はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、目のクマをですね取る方法をお届けしたいと思います。はい、まあ、僕ね、目のたるみとかですね、目のクマを取るっていうのもねたくさん動画配信してるんですけども、まあ、これもね結構効果出ましたっていうですねお声が多数いただいております。で、今回もねその復習も兼ねて、目のクマを取る方法ですねお届けできたらと思います。で、やっぱり目のクマがね、あると疲れているとかですね、ちょっとなんか体がちょっと調子悪いのかなとかですね、なんか無理してるのかなとかですね、こう顔の表情でですねその人相手の方がですね変な想像されると困るじゃないですか。で、今なんてマスクしてるから、顔の表情って本当わからないんですよね。この間も僕電車乗った時に、貼ってる掲示板でね、マスクをしててもスマイルですみたいな、なんかそんな感じでね、掲示板貼ってあったんですよ、ポスターが。あ、いいこと超えてるなとか思って僕も感心してたんですけども、常にやっぱりですね、顔は笑顔で、やっぱりこう人にですね、いいエネルギーを与えないといけないなと僕は思ってます。だから、やっぱりこの笑顔って大事だなと思うんですよ。で、僕もね、それも意識しながら生活してるんですけども、なかなかね無意識の時だったらちょっとね顔もねこうむすっとしてる時もあるかもしれないんですけど、なるべく意識してね、この顔の笑顔を作ったりとか、目の下のねクマをね取っていけば、もっとねあなたがですねこの見た目以上にですね、あなたの内面的なものが輝くと思いますので、ぜひですね、参考にしていただけたらと思います。はい、まあ、この動画はですね、40代50代の方が健康であったり美容であったり、なりたい自分に、ね、なっていただけるための動画配信としておりますので、ぜひですね最後まで見てください。はい、まあですね、過去のね、過去って先日のね動画でもシミを取る方法とかの、補足編で配信したんですけども、僕ですね基本血液の循環を意識してます。だからシワが消える、シミが消えるっていうのはですね、僕の中ではですね、付帯効果、副次効果にしか過ぎないんですよ。僕の目的はですね、血行を良くする毛細血管を活性化させるっていうところが、僕の最終目標なんですね。で、そこにたどり着くために、たどり着く時にはすでに、シミが消える、シワが消える、この今回お伝えする目のクマも消えるっていう、この僕はですね毛細血管を健康にするんだっていう、ここの僕の目的地があるんですけども、ここにはですね、バカ返るとか筋肉が柔らかくなるとか、シミが消える、シワが消えるとかですね、そういうものを通過点なんですよね。だから僕はですね、目のシミ、顔のシワがね、顔のシミがね、消えないとか、まだ消えないんですけどっていうのはですね、単なる通過点だから僕は消えて当たり前だと思ってるんですよ。多分そこら辺がね僕のね、他のねセルフケアのチャンネルと違うとこかなと思ったんですよ。で、結構ねチャンネルのですね、他の方のそのたまに見かけるんですけども、やっぱりちょっとちゃうなっていう感じしました。はい、何の話してるんでしょうね。はい、今からですね、目のクマをですね消す方法です。ちょっと脱線しすぎましたけども、やっていきたいと思います。で、やっぱりね僕もそうなんですけども、目のねクマは、睡眠不足になると確実に出ます。はい、もうこれは僕の、結論というか僕の見解なんですけども、あるあるだと思うんですよ。徹夜するとですね、夜更かしするとですね、目のクマができやすいということなんですね。だから、僕はですねなるべく早めに寝ようと心がけてます。なかなか、ね、寝つけないとかいう方もおられると思うんですけども、なるべく、お布団に入って、睡眠時間じゃなくてもお布団に入る時間を早くすればですね、いいのかなと。体をリラックスさせる、副交感神経を優位に働かせるっていう作用ね、強制的に行えばいいかなと思うんですよ。まずね、その目のクマを取る前にはね、しっかり睡眠っていうのをとってですね、夜更かしせず、深酒せずですね、今最近深酒できないですけども、家でねたくさん飲むのを控えて、生活すればですね顔のむくみも取れると思いますし、はい、いいかなと思います。はい、でですね、今日は余談が多すぎて申し訳ないんですけども、目のクマをね消す時はこれぐらいのキッチンペーパーを貼ってください。僕はですね結構長く貼ります。長く、はい、こんな感じです。はい、よろしいですか。はい、でですね、こっち目の周りをシュッとかけます。はい、で貼ります。はい、こんな感じですね。こんな感じで、まずこんな感じでウォーミングアップが大事です。で、僕のね、セルフケアはもう本当にいつも言ってる、簡単にできて効果が出てですね、もう楽に簡単にできて、簡単にできて、誰もできて効果が出るってことですね。はい、で、これが一番僕はもう本当に神セルフケアかなって自分の思うぐらいなんですけども、だってこの時にですね、スマホ見れるんですよ。
本見れるんですよ、 YouTube 見れるんですよ。でこうしている間に3分から5分ですねキープするだけなんですね。でここから、ウォーミングアップ終わった後に目のクマをですねちょっと撮るためのセルフケアをあと1つだけやればいいだけなんですね。で僕はですねこの本当にこれ家帰ってですね、お風呂入ってですねこれをしながら YouTube 見たりとかこれをしながら、ブログを書いたりとかですねしてるわけなんですよ。で、もう隙間時間を利用するしかねないんですよね。もうこれ24時間みんな忙しいじゃないですか。これも日常生活でですねいろんなことがあって忙しい時に、一つ手間を取るっていうのは本当にね時間の無駄を省くためにはこういう形でね、セルフケアをすればいいのかなと思ってます。こういう形でですね目のクマを取るまずファーストステップです。これを3分から5分ですね、ぜひですね、本を見たりスマホを見たりテレビ見ながらやってみてください。はい、別にこれですねじっと見てなくていいんですよ。3分から5分これが乾くまでまずやっておこうというのが僕のウォーミングアップ一つです。はい、よろしいでしょうか。でこの次にこの3分から5分乾いた後にですね何をするかっていうことなんですけども、はい、よろしいですか。はい、でですねここポイント、目のクマができるっていうことは、ここの血行が悪いんですね。血行が悪いから2つのセルフケアをやろうかなと思ってます。1つは、この人差し指で、こういう形でぐるぐるとこう回す筋肉をね、動かしながら血行を良くするっていうですね、促進するためにこういう軽くマッサージ指の腹を使って、ぐるぐるぐるっとこんな感じで、まあ、これも片方ずつやっていってもいいと思うんですけども、これで10秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK、 はいこっちも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK です。ここのね、皮膚を活性化させることと、まあ、この筋肉をですね活性化させることで血液の循環を良くするってことなんですよ。まずこの眼輪筋をピタッと押さえて軽く回す10秒やってください。でその次はですねこの皮膚が硬くなるとまだクマができやすいし目の下のシミシワができやすいんですね。でそれを軽減するために指の腹を使ってつまんであげる、こういう感じ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はいこっちも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。はい、これでよろしいでしょうか。これで、まずこのね、目のクマを消すために、炭酸性大スプレーのキッチンペーパーバージョンを貼ってそこで3分から5分キープして、目の下のクマのところをねこうくる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 回して筋肉を活性化させて血液の循環を促す。その次はこの皮膚をや硬い皮膚をですね柔らかくしていくっていうことがまあ3つの工程です。で最後はですね、中指か人差し指で目のクマ、目頭から目地の方にこう流してください。こめかみの方に2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK です。よろしいでしょうか。はい、まあ、これがですね僕がですね最近やっている目のクマを取るセルフケアとなっております。でこれもね、一度ね試してもらって僕もたくさん動画配信してるんで、あなたに合うものをねチョイスして使ってみてください。はい、まあ、これでですね終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思っていいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。